どうも、こんにちは。ムチムチです。今日も元気よくやってみましょう。皆さん、今回もですね、マイクラでかくれんぼをやっていこうと思います。ピーナッツ、ピーナッツ、しいたけ、しいたけ、まいたけ。というわけで皆さん、今回はですね、なんと、特にお伝えする情報がありません。ということで、今回はですね、ただのかくれんぼをやっていこうと思います。さあ、じゃあ今回はこの4つの中から選んでいきましょう。じゃあ、どうしようかな。木にしとこっかな。木が一番安全じゃあ安全かも。いろんなところに木があるから。やっぱりね、地球っていうものは自然に恵まれてて、とてつもなく美しい、たくさんの生命体が過ごす場所であり、神秘的な星だと言われているっていう。あ、早速始まりました。やっていきましょう。おー、どこに隠れよう。結構難しいかもしれない、これ。うわー。どこにしよっか、あそこら辺にしよう。残酷な天使の天使、窓目からこう飛び立つ。これどうやって行こう。なんかここ上に登れないっぽいな。ここから登れる。はい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 。みんなこれめっちゃバレないんじゃない？どうよ。結構神ポジションに来たんじゃないかな。さあ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 、お、作業台がいる。うわ、お前それバレるぞ。おお、なんだこいつ。やめろ、マジでバレるから。やめてくれ。お前もう諦めろ。別の場所に行け。あっち行ってくれたか。逃げてるね、みんな。かわいそうに。結構な、強ポジじゃないここ。よし、打ち上げ花火。打ち上げ花火。君がいた夏は遠い夢の中。お前マジでどっか行けよ。マジ。絶対バレるからお前。それ。ハンター来た、ハンター来た、ハンター来た、ハンター来た。見つかりに行ったぞ、あいつ。あ、あ。やられてしまった。え、あれ？え、なに？なんで分かったの？うっそ！うわ、マジか、捕まっちまったよ。絶対バレないと思ったんだけどな。まあ、いっか、捕まえに行こう。じゃんじゃんとバンバンと。今回は、木と草。草もいるってことか。木が一人、残り。歩くの大好き、たたた、どんどん、木村。全然見つかんない。あと二人か。草と木。草と木だ。草と木、この辺かな。やべ、全然見つけられない。結構強いな。もう2分しか残り時間ない。あれ、この辺っぽいかもしれない。この辺はなんか浮いてる。あ、これ死んだやつか。やばいやばいやばい。あと1分40秒。全然わからん。強っ。あと残り2人強っ。全然わかんない。あと1分。あと1分しかない。わかんねわかんね。木と草でしょ。ないもん、木と草が。こんなとこあったんだね。全然わかんねえ。強っ。かくれんぼマスターじゃん、ガチの。海外勢はかくれんぼマスターだな、ほんとに。あと30秒だ。いや、全然見つかんない。全然わからない。いや、もうない。アップダウン、アップダウン、アップダウン、アップダウン。やべ、遊んでる暇じゃねえ。遊んでる暇。アップダウン。あー、タイムオーバー。ゲームオーバー。うわー、そこにいたんだ。全然分かんなかった。ここか。さあ、毎度おなじみアスレチックでございます。アスレチックでもなんだかんだね、結構ねやってきてさ、前よりはちょっと上手くなったかなって感じがする。でここでも一応クリアはしてるんだよね、まあ、ちょっと簡単なアスレチックだけどね、ここは。うん、でもまあまあまあかな。まあまあまあのまあかね。あ、今度いっぱい選べられる。うわぁ、どうしよっかな。じゃあさっきちょっと草で生き残ったやつがいたので草で行きましょう。お、始まった。おぉ、なんか結構面白いとこだね、ここ。ここに隠れる。え、キビいかな、これ。あ、なんかフィットした。お前、スネークか。お前は、スネークなのか。メタルギアソリッドでこういう人いたよね、マジで。あ、ちょっと怖いんですけど、まあだいぶ4分までに生きてる。お、やっべ、危ない、ハブンタンター、タンター。いた。やべ、やべ、来た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 、やめて。
おお、危な。やば、やばい、やば、やば。おぶねー。いや、叩けよ、お前、せめて。確認しろよ。危なかったな。結構いいかもしんないね、ここね。残り3分でございます。え、羊が。来た、お前、バカ。おい、誰だよ。羊ここにやったの。マジありえない。勘弁してほしいんだけど。いや、結構怖えな、でも、なんだかんだね。あと2分だ、あと2分。2回ぐらい来てるかな、ここハンター。あ、あ、やばい。あいつ。頑張れ。どんどんハンター増えてるよ。怖い怖い怖い、あと1分半。でも12人残って12人ハンターいるってことか。結構でもみんな生き残ってんな。なんかあそこにいっぱいなんかいるんだけど。何、集会？今からモンハンやろうぜみたいな。モンハンしようぜ。トゥルトゥトゥトロトロトトトロロトトロロトロトトトマヨマヨマヨネーズトロトトトロトロトト。え、また羊いるんだけど、マジやめろよ。もうとうとうバレる、羊のせいで。バレ、やば、やって、やばやば、待って、羊のせいでバレる。普通に羊のせいでバレる。やばいやばい、もう羊のせいでバレた。3戦目いきましょう。まあ植木鉢だな、もう選ぶわ。それしかない、それしか道はない。俺は昔から植木鉢になりたいと思ってたんだよ。うん、将来の夢何ですかって聞かれた時に、植木鉢になりたいんですって言ってた。うん、言ってた言ってた言ってた。さあ、植木鉢にようやくなれたので早速隠れていきましょう。植木鉢、植木鉢ってなんでこんなに楽しいんだろう。植木鉢だ、やったー。こ、バレるか。穴に入ってみたんだけど、穴があったら入りたいでございますもんね。これいけんじゃね、これだいぶでもいいかもしんない。さあ、穴入り選手権トップバッターのプチプチ選手。さあ、前回穴入り選手権で見事1位の金メダルを獲得したプチプチ選手、さあここからどういった動きを見せていくのか見ものですね。木村さん、いや、そうですね。プチプチさんは以前、かくれんぼ選手権で見事穴に入り1位を取ったということでね、今回も期待の選手となっております。さすが木村さん、ありがとうございます、素敵な回答。そうですね、今回のかくれんぼなんですけど、なんと植木鉢になって隠れてしまうという至難の技を繰り広げたプチプチ選手。一体どういう動きをするのか。そして今回のプチプチ選手の服装、これオーバーオールですね。試合にオーバーオールを着てくるということは一体どういうことなんでしょう。中村さん、どう思いますか。いや、そうですね、中村、あ、そうですね、プチプチさんのその意気込み十分伝わりました。オーバーオールで来るという、もうナメプが十分と表に出ているのではないでしょうか。ナメプというものはもうペロ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 したくなるようなね、ペロペロキャンディーね、ふさわしい。あ、待って、あ、待って、やば、ペロペロキャンディー、あ、ちょっと。さあ、ラスト4戦目やっていきましょう。次何にしよっかな。これでいくか、この金槌のトントンするやつ。トン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 、ヒゲじいさん。さあ、やっていきましょう。あ、このステージよくやるステージだね。この辺、また隠れてみるかな。どうだろうな、これ見つかるかな。結構危ないけどね、これね。ちょっと、なんだろう、ちょっと、顎ひげ生えたみたいになってるけど。やだよ、ひげ濃いのなんて。俺、ひげそんなないんだ。ああ、もうほんと勘弁してくれ。これ、ダセーわ。ダンディーだわ、ちょっと。こういう船の中に隠れんのもありだな、でも。ここら辺とか。向き違うんだよね、これ。向き変えられなかったっけ、これ。これ、向き変えられないの、これ。負けるじゃん、絶対。ここに、ここに置かれよう。ここならワンチャンありかもな。さあ、来ないで遅れ。もう来たらこいつでぶったたいてやる。でもあともう2分で今15人残ってっから、でもそんなに今回はハンター少ないから大丈夫かもな。やべ、誰か来たな。やべ、いる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 、上にいる。危ねえ、下来なかったな、バカめ。さあ、もう1分になっちゃうよ。全然見つけられてないけど、ハンターちゃんたち楽勝じゃね今回。一人来たな、あっち行け、あっち行け。やべ、来た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 。やば、うわ、くっそ、またギリギリ見つかった。
逃げとけよかった。もう本当に私ってダメな子ね。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。かくれんぼ、今回はね、逃げ切ることができなかったんですけど、まあちょっと惜しい感じののが、まあ2個ぐらいあって、まあこれはもうね、2個あるってことは、まあ 50%50% で、まあ、ね、1回隠れられたってことにしてください。ということでね、また次回、かくれんぼやっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。またよろしく。バイバイ。ロキ歌ってみた、絶賛、配信中。I love song でも